はい、こんにちは、マロです。アップルの発表イベントまでですね、残すところ3日となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、お財布やね、銀行の大量の諭吉さんが飛んでいくのを恐れるね、日々を過ごしてるんじゃないかなと思います。僕はめちゃくちゃビビってます。まあね、オッパブやガールズバーにね、行きたい気持ちを抑えて日々悶々としておりますよ。辛いぜ。でもその気持ちもですね、8日になったら報われる。ようやくね、新しい iPhone が登場すると思うと、まあ耐えられますよ。そしてイベント直前ということでですね、まあおそらく登場するであろう iPhone14 シリーズの情報がですね、続々と出ております。で、今回ですね、 iPhone14 シリーズの仕様書がリークされたということで話題になってますので、皆さんと一緒に見ていきましょう。いや、でも仕様書のリークってこれとんでもないことですよ。 iPhone が具体的にどんなモデルか分かっちゃいますからね。ではそちらをですね、チェックしていきましょう。こちらがですね、仕様書の画像なんですけども、これをリークしたのがですね、リーカーのトミーボイさんかな。これ、この方がですね、仕様書を Twitter にですね、リークしました。画像ではですね、紙ベースの仕様書になってるんですけども、これは中国語書きかな。こういうのは一体どういう経緯で流出するんですかね。社内の情報がダダ漏れなので、アップルからしたらこれとんでもないことだと思うんですけど、まあでもこういうのはね、捏造もできますから、絶対本物っていうわけではないんですけど、あんまりこういうこと言うと良くないかもしれませんけど、なんか中国ではそういった流出がなんか多い気がしますね。やっぱりお金になったり、注目されたりしますからね。まあ、それを全てね、阻止するっていうのはなかなか難しいことだと思うんですけど、でそれをですね、分かりやすくデジタルにまとめた画像がこちらです。はい、このような仕様になりますよと。上からちょっと見ていきましょうか。まずラインナップはリーク通りですね、 5.41 のミニサイズがなくなって、通常モデルにも 6.7 インチモデルが追加されてます。僕はスマホでね、あんまりゲームしたりだとか、その動画見たりしないんだけど、やっぱりみんな大きい方がいいのかな。まあコンテンツも楽しめますし、写真とかも共有しやすいですからね。あとはバッテリーですよね。やっぱり大型の方がバッテリー持ちいいですから。確かに僕も仕事でExcel ファイルだとか、その PDF とかをチェックしたり、ちょっと修正したりするときにですね、MAX サイズだとかプラスサイズの方がめっちゃ使いやすいなって思った記憶はありますけど、まあ、仕事やマルチに活かしたいんですけど、やっぱりでかい方が有利ですよね。そして気になるのがこちら、 iPhoneの名前でございます。通常の 6.7 インチモデルは名前が iPhone14 プラスとなっております。プロモデルの 6.7 インチは MAX、 通常モデルはプラスと、プロモデルの 6.7 インチは MAX と、名前でもしっかり差別化されるのかもしれませんね。でも確かにその方が分かりやすいかも。 MAX プラスってこう呼び分けできますからね。一言で MAX って言ったらどっちか分かんないですからね。そしてノッチ、実はですね、 iPhone14 プロのノッチは丸いパンチホールと横長のパンチホールで、まあ、見ようによっては iPhone の i に見えるっていうのが特徴的だったんですが、最近ですね、画面を点灯させるとこのように楕円形のパンチホールになるという話が結構出てまして、ただこの仕様書によると画面を点灯しても i の形状のままになっております。っていうか、なんで画面を点灯させると楕円形のパンチホールになるんだろう。その必要性ってあんのかな。 i の形状だとコンテンツを見てるときに変に目立ったりするのが、まあ、気になるっていう方もいらっしゃるかもしれませんけどね。でも個人的には i のままがいいですよね。あ、やっぱり iPhone の i をね、表してるみたいで、ある種のロゴみたいになるじゃないですか。そしてディスプレイサイズ、これも気になっているところなんですが、プロモデルは通常モデルよりも若干ベゼルが細くなって表示領域が拡大されるという話が出てるんですけども、仕様書ではどちらも 6.1 インチ 6.7 インチと、まあ、通常モデルと全く同じサイズになっております。まあ、実際ですね、ベゼルが細くなってたとしても微々たるものなので、このインチ数には影響しないレベルだったのかな。まあ、実際はほんのわずかにプロの方が広いかもしれませんけど。そしてその下の画像がキドですかね。おそらくこれは HDR ではなく標準時のキドだと思うんですけど、プロモデルが1202と、そして通常モデルが1002となっております。仕様書通りだとプロも通常モデルも202ずつ明るくなってますね。これは野外で使うときは非常にありがたい。そしてプロモデルはその下に 120Hz と記載されておりまして、まあ、高いリフレッシュレートに対応しているのが分かります。通常モデルの下には記載がないので、やっぱり通常モデルはね、高いリフレッシュレートには対応してないみたいです。そして肝心のチップですね、これはあれですよ、まあ噂されていた通りプロモデルのみ A16 バイオニックチップ対応、そして通常モデルは A15 バイオニックチップのままとなっております。これはどうなんだろうね。 Android では全く違うモデルのチップが使われたりするのはもう当たり前なんだけど、今までずっと iPhone を使い続けてると正直違和感は感じますよね。ただね、通常モデルのチップも全く進化してないわけではなくて、 RAM ですよ、 RAM、 これがですね 6GB とプロと同じになっております。
まあ、プロモデルはですね DDR5 が採用されていたりして全く同じではないんですが、ですから通常の14は13 Pro と同じスペックになったって考えるのがまあ妥当ですね。まあ、正直ね A15 でも十分すぎるくらいもう快適に使えますので、1年経ったからってその価値が落ちるっていうことは全然ないんですけど、この14をですね5年以上使う方はやっぱりその OS のサポート期間だとかアップデート期間、これがね少し短くなってしまうくらいのデメリットはあります。どうやら今年の iPhone からですねチップのナンバリングもプロと通常モデルで大きく差別化されていくみたいです。まあ、これが当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。そしてカメラのレンズ構成は変わらず、プロは3眼、通常モデルは2眼レンズとなっております。ただプロモデルはですね4800万画素のメインカメラと記載されております。ある意味今回のプロの最も大きなアップデートと言っていい部分でもあります。まあ Android ではですね1億800万画素とかね搭載されているモデルもあるんですけど、 iPhone のカメラは解像度以上に世界的から評価も高くて、まあ、安定した性能になってますので、まあ、それがですね大幅に解像度がアップしたということで非常に楽しみです。そして横には 8K 映像にも対応することが示唆されてますね。ただ容量めっちゃ食いそうやけど、一方通常モデルはですね1200万画素と記載されておりまして今までと同じになっております。このカメラがですね今回プロと通常モデルと、まあ、購買意欲を分ける大きなポイントになってるんじゃないかなと思います。まあ、通常モデルもセンサーの改良とか、まあ、ひょっとしたら A15 チップの機械学習が進化してるかもしれないので若干のね変更はあると思いますけど、そして重量、この使用書の下にですね現行の13シリーズの重量を載せてます。重量は通常の14シリーズは変わっていなくて、まあ、当然ねプラスサイズが加わってますので、まあ、これは例外なんですけど、プロモデルはですね総じて 10g 以上重たくなってます。プロマックスに至っては 255g と、まあ、大型スマホの中でも結構重量級ですよね。ここはちょっと叩かれそうな気がするな。だってケースつけると 300g ぐらいになりますよ。このごっついオーディオプレイヤーと変わらないくらいの重量になります。これは大変だな。プロモデルのみ重たくなってるのはこれはカメラ機構の差かもしれませんね。っていうのがその下バッテリーの容量なんですけども、重たくなっている分バッテリーの容量がねアップしてるのかなと思ったんですけど、まあ、その下にですね13シリーズのバッテリー容量を載せてるんですが、ぶっちゃけね容量はそんなにアップしてないんですよ。でバッテリーの容量に関しては通常モデルの方がでかいんですよね。ただプロモデルはですね最大 120Hz のリフレッシュレートに対応してますので、通常モデルよりもバッテリーの消費量は大きいです。ですから今回最もバッテリー持ちのいいモデルを選びたかったらこの iPhone 14 Plus が一番いいのかもしれません。そしてストレージはね噂では 2TB モデルがね登場するんじゃないかと言われてたんですけど、理由はですね13 Pro シリーズの 256GB 以上のモデルで使用可能になったプロレズ撮影、4K のプロレズ撮影を行うと 1TB の容量すらすぐに食い尽くしてしまうくらい、まあ、ファイルがでかくなってしまうんですよ。まあ、そのためですね 2TB モデルが登場するんじゃないかと言われてたんですが、まあ、本格的に iPhone でね、撮影したい方は 1TB でもきついと思いますので、まあ、2TB モデルが登場しないのは残念かなと思います。もし14 Pro で 8K のプロレズ撮影なんかできるようになったらとんでもないからね。なおかつね 1TB では厳しくなりそうですけど、同じくですね通常の14も最大容量が 512GB と現行モデルと変わっていません。容量に関しては今回ねアップデートとか変更はなさそうです。とまあですねリークされている仕様書はこのようになっております。これを見て感じるんですが、今回ねプロモデルのアップデートが著しくて、通常モデルはなんかあんまり変わってないような印象を受けますね。まあ、サイズのラインナップが大きく変更されたっていうのがメインで、13シリーズから特別進化したポイントっていうのがあまり見られないです。来年の iPhone 15 もその次の A17 バイオニックチップが搭載されるのはプロモデルのみと言われてますし、まあ、こういった進化の点においても今後ですねプロモデルと通常モデルでどんどん差が大きくなっていくんじゃないかなと思います。なんか14シリーズにもこうドカンとしたアップデートが欲しいところなんですけどね。まあ、120Hz のリフレッシュレートだとか、まあ、3眼カメラ、4800万画素のまあ解像度のカメラなど、まあ、これが通常モデルに搭載されるのはまだまだ先になるんじゃないかなと思います。だから数世代前の iPhone を使っていてアップデートしたい方はですね最新の iPhone 14 を買うよりも、まあ、量販店とかキャリアとかで中古備品未開封品とかでね安くなった iPhone 13 Pro シリーズを買う方が案外いいのかもしれませんよ。まあ、中古相場とか iPhone 14 シリーズの価格にもよりますけどね。っていうのがこの差別化非常に iPad シリーズとよく似てるんですよ。
まあ、最新の、ね、iPad Air には M1 チップが搭載されていて、まあ、一昔前の iPad Pro よりも性能は全然いいんですけど、まあ、4つのスピーカーだとか 120Hz のリフレッシュレート、そして2眼レンズのカメラとかね、筐体としては昔の iPad Pro の方が有利な点っていうのがまだまだ多いんですよ。まあ、今後ですね、それと同じような差別化になっていくんじゃないかなと思います。ですからプロと通常モデルでは iPad Air と iPad Pro の立ち位置に近いっていう感じがしますね。そしてトミーボイさんによりますと iPhone 14 シリーズはアメリカ本土で9月、まあ、日本では8日ですね。そして9日の金曜日から予約が開始、16日の金曜日に発売開始となるそうです。まあ、この発表から予約発売までの流れは例年通りですので、まあ、こうなるでしょう。 iPhone 14 シリーズの開発製造はまあ順調で、モデルによって発売日が異なるっていう話は全く出てきておりません。まあ、iPadOS は1ヶ月遅れるとか言われてますけどね。というわけでリークされた iPhone 14 シリーズの仕様書を見てまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、これがですね、正式な仕様書かどうかは分かんないですけども、結構具体的な内容にはなってます。まあ、内容はですね、今までの情報にかなり近いんですけど、画面の輝度やバッテリー容量、ストレージや重量なんかに関してはあまり触れられてこなかったので、気になっている方もたくさんいらっしゃったんじゃないでしょうか。これの答え合わせがですね、もうすぐできるわけですよ。それも個人的には結構楽しみなんだよね。ワクワクが止まんない。いやー、争奪戦勝てるかな、めっちゃドキドキしてきた。今この段階でですね、皆さんが買い替えるとしたらどのモデルを選びたいですか、ぜひコメント欄で教えてください。さあ、発表までね、あと少しドキドキしながら待ちましょう。参考になりましたら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオッツ。